K21 不評戦闘車は、韓国陸軍が運用中である、不評戦闘車。K300、300または、XK21 ナイフフとして開発されていた。韓国陸軍では、従来もいていた M113、装甲兵員輸送車に加え、1982年には f、f フをベースにした K200 装甲兵員輸送車を、正式化した。一方、 韓国陸軍の事実上の対立勢力である朝鮮人民軍は本格的な不評戦闘車である BMP-1 を配備しているとの情報があり M113 が原型の K200 では対抗できないのは明らかであった1999年朝鮮人民軍の不評戦闘車に対抗するため大韓民国国防科学研究所は 新型風評戦闘車の設計開発を開始した。2017年2月23日、K21 不評戦闘車と、K 回収車のプログラムに800馬力のトランスミッションキットを供給するために1730万ドルの契約を授与されたと、L-3 テクノロジーズは発表した。K21 の車体側面に存在するエアバッグシャーシはアルミ合金製で、 グラスファイバーも使用し車重低減が図られている。また、高出力、ディーゼルターボエンジンを搭載しているため、整地最高速度は時速 70km に達し、新型主力戦車の K2 に随伴することが可能である。前面は 30mm アプズ弾頭に耐えられる、要複合装甲が採用されている。側面装甲は 14.5mm 鉄鋼弾に、 耐えられるほか、韓国陸軍の公開動画では、BMP-3 の 30mm 鉄鋼弾に耐えられる性能を見せている。上部砲塔は 155mm 砲弾の断片に耐えられるよう設計されている。燃料タンクには弾頭による耐火災対策が施されている。車両内部には自動消火装置も備え付けられている。 その他 NBC 防護システムも採用されている。また、車体両側面には、大型のエアバッグが搭載されていて、水上を時速7キロメートルで、浮き荒することが可能である。40ミリメートル機関砲の射撃テスト時の様子上部、旋回砲塔内部に2名の乗員が乗り込み、武装操作を行う。1名は、車両操縦のために、車両下部に乗り込む。 手法である 40mm 機関砲は、不評戦闘車としては強力で、低空飛行する、ヘリコプターなどへの攻撃も可能。40mm 機関砲からは、アプフスズ弾頭なども、発射可能。主力戦車に随伴し、最新型 FCS の搭載により戦車などの、攻撃範囲外である、高角度砲撃や、対空攻撃などにあたる。 機関砲は1分間に300発の発射が可能。その射速は秒速1005メートルである。また、40ミリメートル機関砲弾は上部砲塔内ではなく、下部車体内に収められている。その他、使用可能なアプフスズ弾頭は距離1000メートルで200ミリメートルの装甲を貫通する能力を有している。砲塔左側面には、 対戦車ミサイルの連装発射機が装備されている。この対戦車ミサイルは、イスラエル製スパイク対戦車ミサイルをもとに、開発された、高額優先誘導型ミサイルである。このミサイルは、開発が完了し次第追加装備される予定である。放射サイトのほか、独立した社長サイトがあり、ハンターキラー能力を有する。また、 放射側照準で目標を見失った場合でも、社長側照準情報にて、目標を追跡、砲撃などコマンドの上書きが可能。照準機は共に、赤外線光学機であり、内蔵の1.54ウムレーザーレンジファインダーは6000メートルまで、追跡、3000メートルまでは識別判断が可能となっている。センサー内には、IF を内蔵する。ベトロニクスには、 FCS のほか GPSINS 自動故障診断装置が含まれており、C4i データリンク装置により、指揮所や味方車両とのリアルタイム通信が可能。1両の価格は約30億ウォンと報じられた。韓国陸軍は466両の配備を計画している。2014年時点では300両余りが実戦配備されている。 2015年にはさらに100両を追加する予定である。2009年12月9日に都会演習を行っていたところ、浸水によりエンジンが停止し、乗員が緊急脱出するという事故が発生した。2010年7月29日にも水上操縦訓練場で操縦教育中に浸水し沈没。操縦していた。 可視官1名が死亡するという事故が発生した。これらの事故により、本社は浮き孔能力に問題があるのではないかと指摘された。この事故について、韓国軍の合同調査団は、設計上の相対的欠陥が原因だったと発表し、2012年初頭まで戦力化が中断された。また、 2012年10月の防衛事業庁国政監査で走行者に装備されている近接センサーが射撃ができないほど頻繁に故障する欠陥があることも判明。さらに2013年国防技術品質委員が兵器の部品の入業者が提出する公認試験成績書を調べた結果、k 通一においては268件の偽造が 明らかになっている。2015年の韓国監査院による調査の結果、蒸気不具合の原因が解明され、浸水事故の原因は、1設計上の想定より過剰出力かつ、過大重量のパワーバック選定による前方浮力の不足、2浮上用ナキリータの強度不足による変形、機能不全、3エンジンルームの排水ポンプの機能不全の三点と判明した。 8これを受けて、改善事業が実施され一前方浮力の不足については、重量物である、車体前面、ドーザーブレードの撤去及び、車両前方に、浮力板の増設11ニナキリータについては、補強及び二重構造化、加えて、ポリウレタン製浮力剤を追加することによる強度と、フェ力確保の両立のための改修を、実施給三エンジンルームの浸水については、 逆流防止弁の装備及び排水ポンプの数を二つに増設し、浸水の抑制及び排水能力の強化銃の回収を実施したサウス、コリアセレクツウェル 34K21iFF フフ、トランスミッションキッズ、i ェスジェインズ 360ABCK21、フェヒョウを戦闘車、ハンファディフェンス、走行車試作モデル3台を、オーストラリア政府に納品契約中央、日報日本5番。 k-21https コロンスラッシュスラッシュ www.donga.com スラッシュニューススラッシュポリティクススラッシュアーティクルスラッシュオールスラッシュ20150112スラッシュ69031243スラッシュ12015年1月12日韓国軍 K-21 不評戦闘車都家中に浸水韓国軍 K-21 走行車 訓練中にまたも、浸水事故、訓練場の池で沈没、操縦していた、可視官一人が死亡 AB、K、2012年10月19日、韓国原発、欠陥、事故続出の恐ろしき実態、偽造部品の入は、当たり前、放射能漏れ数値は18倍増に修正。産経新聞社、 http://www.sankei.com スラ s t n e w s 141107 wst1411070063-n2.html2014 年11月25日閲覧ありがとうございます